マドリードのティッセン・ボルネミッサ美術館にあるハンス・ハイン・リヒのブロンズ像、ハンス・ハイン・リヒ・ティッセン・ボルネミッサは、ドイツ人の実業家、美術品収集家、男爵、愛称はハイに、ティッセン・ボルネミッサ美術館の創設者、美術品収集家として知られたハイン・リヒ・ティッセンとその妻で、ハンガリー人貴族のボルネミッサ女男爵マルギとの間の次男として生まれた。父は、 ドイツの鉱山財閥ティッセン社の創業者、アウグストティッセンの三男であり、母との結婚の際にギフト、養子縁組を行い、自身と子供たちに男爵の称号を確保した。1940年から1945年にかけ、ベルン大学とフリブール大学で法学、経済学及び美術史を学んだ。1950年にスイスに帰化し、その際に、 男爵の名乗りを法的には放棄した。ティッセン家の相続人の一人として莫大な遺産を受け継ぎ、事業経営の傍ら、父の意志を継いで高価な美術品の収集を続けた。生涯にこ度結婚した。最初の妻は上級貴族出身のリッペ・バイゼンフェルト高音なテレーザで百四十六年に結婚し百五十四年に離婚した。二番目の妻は、 彼女が17歳の時から6年間愛人として囲っていたスリランカ系イギリス人のファッションモデルのニナダイアートは1954年に結婚したが3ヶ月で結婚生活が破綻し1956年に離婚が成立した3番目の妻はイギリス人ファッションモデルのフィオナ・キャンベル・ウォルターで1956年に 結婚し1965年に離婚した。4番目の妻は、ブラジル人銀行家の娘デニーゼス・ホルトで、1967年に、結婚し1984年に離婚した。1985年、スペイン人の元モデルで1961年に、ミス・スペインに選ばれた、カルメ・五度の結婚で三男一女の4人の子供を設けた。最初の妻との間に一人、 三番目の妻との間に二人、四番目の妻との間に一人である。長女のフランチェスカは1993年、旧オーストリア皇帝家課長、カール・ハップスブルク・ロートリンゲンと結婚した。ティッセンボルネミッサ男爵家の美術コレクションなどの資産に関しては、生前から妻や長男の間で、その相続、管理をめぐって軽装が起きていた。 ハンス・ハイン・リヒはこの問題を解決すべく、1993年にすべての美術コレクションを3億5000万ドルでスペイン政府に売却した。コレクションのほとんどは前年の1992年に開館していたマドリードのティッセン・ボール・ネミスサ美術館に帰属したが、ごく一部はバルセロナのペドラルベス修道院に収められた。2002年に死去し、意外は、 エッセン家飛び火地区にあるティッセン家の墓所に葬られた。ありがとうございます。